はい、どうも皆さん、おはようございます。コスモチャンネル、ペカ太郎です。はい、今回も警備員の休日という形で淡路島をご紹介していこうかなと思います。今回私が来ているのは、道の駅淡路となっております。今回は、道の駅を何箇所かご紹介できたらなと思います。まずはこちらを見て回りたいと思います。建物もおしゃれに作られてますよね。明石焼き、たこ焼きの親戚ですね。こちらの道の駅、メインとなっているのがやっぱり食べ物屋さんのようですね。私も初めて来たんですけれども、お土産コーナーありました。お土産コーナーも見ていきたいと思います。淡路島といえば玉ねぎ、玉ねぎポン酢、秋ラーメン、しらすも有名ですよね。生しらす、うま煮、出ました、たこせんべい、淡路島バーガーです。塩だれと醤油だれで、明石焼き、玉ねぎポテトチップスです。アナゴ、大粒の牡蠣、うわーこれ美味しそうだな。あらららら、ら釜揚げですね、しらすの。これね、ご飯の上にね、パラパラって乗っけて食べるとめちゃくちゃうまいんですよ。淡路牛のお店でございます。淡路島バーガーとかね、いろいろ売ってるんだ。はい、まあ、お客さんの入りを見てみると、こちらのお店が一番並んでますね。海鮮丼、恵比寿丸、屋台村って場所なんだね。メニューはこんな感じですね。ザ海鮮丼。はい、道の駅淡路でございました。それでは次の道の駅に行きたいと思います。はい、続いての場所に到着いたしました。道の駅東浦ターミナルパーク、こちらの道の駅ご紹介していきたいと思います。はい、こちらの道の駅はお土産がほとんどメインとなっております。早速中に入っていきたいと思います。アコの姿焼き、ここです。こちらを多分向こうに見えてるプレス機でジューって焼くんでしょうね、きっと。タコキムチ、あと干物ですね。場所によって売ってるものが全然違うんですね。はい、ぐるっと一周見て回りました。道の駅東浦ターミナルパークでございました。次の場所に移動したいと思います。はい、続いての道の駅に到着いたしました。道の駅ふくらでございます。まあ、こちらの道の駅には淡路人形座があったり、渦潮クルーズが出ていたりという場所となっております。まあ、世界遺産になるかならないかという形で、まあ、ナルトの大渦ですね、そちらが見れる船が出ているんですね。まあ、メインとしては海鮮丼屋さんがこう並んでいるかなという感じですね。早速見ていきたいと思います。じゃーん、海鮮丼、うわー素晴らしい。もうお隣も海鮮丼屋さんですね。これはすごいよ。ウニセイロ、こちらも海鮮焼き、海鮮丼ですね。やはり美味しそうだ。渦潮の方もどんな感じなのかちょっと見ていきますか。料金の方は大人が2500円、子供が1000円と。渦潮クルーズ、そしてその隣にはお土産屋さんがあるよと。お土産はね、もう大体一緒だとは思うんですけれども、なんか変わったのがあればと。オニオンのチーズワッフルクッキー、
オニオンスープ。あら、これはなんかちょっと美味しそうですね。タルタルソース。こっちは船があった。あ、こっから乗るんですね。いいじゃない。そしてここには映えスポットがございました。淡路。はい、今日はこちらで終了したいと思います。淡路島道の駅巡り、いかがだったでしょうか。この動画が良かったという方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また淡路島に移住してみたいなとかいう方がいましたら、ぜひコスモセキュリティ株式会社の門を叩いてみてはいかがでしょうか。独身寮もございます。家族寮もあります。手ぶらで来てすぐに住めて、お仕事もすぐできます。なのでぜひご応募の方お待ちしておりますので、私と一緒に働きましょう。興味がある方は休日私と一緒に動画を撮りながら淡路島を巡りましょうという形で締めたいと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。今日は警備員の休日という形なんですけれども、牡蠣小屋の方にやってまいりました。これが一番いいですよね。会社の寮からすぐ近くに牡蠣小屋があるので、食べたいなと思ったらすぐ来れるという形で、早速牡蠣を食べに行きたいと思います。こちら見てください。こちらの牡蠣をこの中に入れて13分待ちます。そうすると、まあもうこちら13分経った後なんですけども、はい、やばいやばいでしょこれは。よいしょ。はい、ちょっともう開いてるのをね、先にね、中見せていきたいと思います。あ、でかい身が、ほらすごいでしょう。ちょっと失礼。では早速一つ目いただきたいと思います。プリップリよ、プリップリ。あざ、これ多分1万個いける。でもそれも大げさですね。これ何杯いけるかの戦いになってきますよね。